で怪我人が続出した理由、トラコのせいだった。米大リーグのエンゼルスはア・リーグ西地区で4位に終わり、9年続けてプレーオフ進出を逃している。その大きな要因と見られているのが怪我人の多さだ。アンソニー・レンドン内野手、マイク・トラウト外野手といった主力選手が長期欠場を強いられ、シーズン終盤には大谷翔平投手までラインナップから消えた。この根深い問題に、米カリフォルニア州の地元紙オレンジカウンティレジスターのジェフ・フレッチャー記者がメスを入れている。エンゼルスは今シーズン34選手を合計で42回故障者リスト入りさせており、 MLB では3番目に多いという厳然たる事実がある。この原因として、これら全ての問題はマイク・トラウトとアンソニー・レンドンという2人に帰着する可能性もあると、欠場が増えている2人のベテランに言及した。トラウトは2021年にふくらはぎの負傷で36試合出場にとどまり、昨季も背中を痛め5週間離脱、119試合にしか出場していない。今季も7月からほぼ負傷者リスト入り、82試合出場にとどまった。一方のレンドンは2021年に腰、2022年に手首を手術したのに続き、今季は7月に自打球が左膝に当たり負傷者リスト入り、43試合の出場にとどまっている。トラウトもレンドンもまだ契約が残る、来季以降の復活はあるのだろうか。レンドンは論外だけど、トラウトもしばらくほとんど出てないよな。チームの中心になるべき選手がずっと怪我してるからな。他の選手に負担がかかってる。レンドンがいたら士気が下がるし怪我もするだろう。うん、確かに26人枠を考えると主力の離脱が他の選手のハードワークの原因になっているとは言えなくもないが、それを言うなら他の選手の準備不足とも言えるからな。専任トレーナーとメディカルスタッフで常にケアしてないからだよ。トラウトは必要かもしれんが、レンドンは必要ない。試合に出ても出ないし、相手チームも警戒なんてしてない。この2人に100億円以上使ってる。トラウトとレンドンと契約してるうちはエンジェルスは浮上しないでしょう。結局大谷だけを避ければ試合は勝てる。この状況でよく3割44本を叩き出したものだ。エンゼルスの再建はまずは GM を変えるところからスタートやね。